最近テレビや新聞、街角の看板で見かけるこんな言葉の数々、その全てが誰かの嘘によって作られたものだとしたら、あなたはどうしますか？地球温暖化。人間が出した CO2 のせいで地球の温度が上昇している。海面上昇や砂漠化、酸性雨、ゲリラ豪雨、このままでは私たちは地球に住めなくなる。だから CO2 を削減し、持続可能な社会を作らないといけない。国連による発信を発端として世界的な一大ブームを巻き起こしているこの問題。国連は1988年に気候変動専門の組織を作ってからというもの、温暖化を熱心に宣伝してきたが、その裏には彼らにとって知られると都合の悪い事実がいくつもある。その一つが地球温暖化の嘘が暴露されてしまった大事件。2009年11月、クライメートゲート事件。国連が出す報告書の執筆に関わった研究者のうち27名の間で交わされた1073通のメールが、何者かによってネット上で公開されてしまったのだ。その中には温暖化問題の信頼を根本から壊してしまうようなとんでもない内容が書かれていた。トリックを使い気温の低下を隠す作業を完了。グラフを1960年で切って別の温度計データをつないだんだ。これまで交わしたメールは皆消去してくれ、などデータの改ざんとその隠蔽、その他にも温暖化に異論を唱える学者への妨害工作、データの情報開示に応じないための相談など、およそ科学的とは言い難い内容の数々。同様のメール流出事件は2011年にも発生し、人為的な地球温暖化が嘘だとバレたら僕らは殺されるぞ、そんな内容の弱気なメールや、何があろうと大義名分は守らないといけない、といった大物研究者によるコメントなども見つかっている。温暖化を熱心に警告することで国連と結びついた学者たちは、世界中からたくさんの研究費を手に入れることができる。利権が絡んだ科学の嘘が白日のもとにさらされた瞬間だった。彼らの嘘はそれだけではない。例えばこの1枚のグラフ、これはアメリカ全土で計測された気温のデータ。そしてこれが地球上の気温を取りまとめるアメリカの国立気候データセンターが発表した気温。本来横ばいだった気温の観測値がここ30年ほどで急激に上昇するように加工されている。これはアメリカだけではなく日本も同様。例えば東京都八丈島、高知県室戸岬、鹿児島県屋久島、程度の差はあれどれも気温が上昇するように変化している。日本の観測地点は合計で40箇所、そして世界全体では2100箇所。どの観測地点も NASA などの国際的な気象機関によって同様の加工が施されているという。それもなぜこのようなデータの加工を行っているのかも明確にされていないまま。こうして作られた地球全体の平均気温は国連の報告書で堂々と事実として語られている。クライメートゲート事件に端を発する情報操作の数々、この騒動は欧米では一大ニュースとして報道され、国連の信用は地に落ちた。環境研究の分野でも科学的な検証から地球温暖化の嘘が次々と暴かれ、本来であればこれで終わりになるはずが、なぜか世界中がもう終わったはずの地球温暖化を信じ込み、今になって CO2 の削減を声高に叫んでいる現実がある。その中でも最も熱心に取り組んでいる国が日本。
小泉環境大臣は2030年までの CO2 の削減目標を 30% から 46% に引き上げ、国会では改正温暖化対策推進法の成立により2050年までに CO2 排出が実質ゼロになることを目指すことが決定。 SDGs への取り組みのために紙ストロー、レジ袋有料化、挙句の果てには全てのプラスチック製品を有料化するという言葉も。そして地球温暖化は今現在も事実として中学高校の学習指導要領に入れられ、理科の授業で子どもたちに教えられている。日本が毎年温暖化対策に注ぎ込む総額なんと5兆円、そしてその全てが無駄になっている。日本の学者の中で数少なくそう告発する男がいる。東京大学名誉教授、工学博士、渡辺忠。私自身は別に国際政治を学んだわけでも何でもないし、環境の研究者でもありません。環境関係の大グループの事務局の世話役をやれと言われて、それをやってましたので。文部省が主導し、当時の日本で環境研究の総本山だった東京大学生産技術研究所に所属していた渡辺は、11年の間研究グループの事務局で数百人の環境研究者たちを取りまとめる仕事に従事した。翌年度のお金を頂戴という文書に向けて書くと、当然中はですね、環境の研究は大事だからお金をくださいという書くんですが、今さら思えば汗が出るような本心ではないことを書いたんですけども、後で考えてみるとですね、とんでもない見当違いなことをやってんじゃないかという、これやっぱり何か言って正常化しないと大変日本国としてもまずいことになるんじゃないかという感覚を持ったために、本を出したり雑誌に記事を書いたりしてきました。そう思い、11年間の事務局時代が終わった後、自分の正義感から告発を決意し、専門分野が違うにもかかわらず地球温暖化の嘘を発信してきた渡辺。そして今 SDGs がかつてない盛り上がりを見せる中、同じく長年地球温暖化の嘘を発信してきた国際政治学者藤井元気との対談プロジェクトが実現。さて、私もこの地球温暖化、いわゆる人間が化石燃料を燃やして CO2 がどんどん出てきて、で地球が温まって地球的な規模で人類滅亡に結びつくというような話が、ホラーストーリーが起こしてまして、私はだいぶ前からそれは嘘なんだという話をしてましたけども、根本的にこの問題について光を当てようというお話を渡辺忠先生にしていただきます。今日本中で地球温暖化の嘘が蔓延し、 CO2 削減のために舵を切ろうとするこのタイミングで、温暖化の嘘、その全てを科学的根拠から打ち砕く。とにかく猛烈に緑化がサヘル地域で進んでいると。当然ですよ、 CO2 が増えてんだから。砂漠化はね、全くのガセですね。それからカーボンニュートラルっていうのがですね、なんか菅総理も大好きなんですよ。大気中の CO2 を固定して植物体ができますよね。こいつを燃やしても大気の CO2 は変わんないと、差し引きゼロだと。一番単純な話なんだけども、これがすでにおかしいんですね。洗脳されてるから地球に優しいとか子孫を守るとかいうワードがですね、選挙にも効くんですね。普通の国民は競技に洗脳されてそんなもんだと思っちゃってるから。本当はですね、こういう話が研究者の井戸端会議、お茶飲み話ぐらいで済んでればよかったんですがね、国連が噛んで、各国政府が噛んで、莫大な銭が動く、あるいは強大な利権ができるような話になっちゃったから、そこに組み込まれちゃった人たちはなかなか簡単に抜けられないだろうなと思いますね。まさに私これカルトだと思いますね。カルトですね。環境を守る、地球の未来のために、綺麗な言葉の裏側で毎年日本の国防予算に匹敵する金額が人知れず奪われ、得をする人々がいる。二酸化炭素は本当に悪の物質か。ほとんどの日本人が誤解している CO2 削減の矛盾。砂漠化、国土水没、異常気象、絶滅する白熊、国連が仕掛けた一大プロパガンダの真相。再生可能エネルギーの幻想とエコ製品に絡んだ巨大な利権のからくり。
地球規模で仕掛けられた一大プロパガンダを白日のもとにさらけ出す。国際政治学者藤井元気と東京大学名誉教授工学博士渡辺忠特別対談の新プロジェクト、科学で暴く温暖化の嘘、東大名誉教授の告発公開。